はいよ。はい。前回のですね、うん、あのお絵描きが大変あの好評だったと。マジマジ。あのお世辞を聞きました、ね。やっぱそうか。はい、本当僕バカなんで、いや僕では僕ら、うん、乗っちゃうんだやっぱ。調子こいちゃいました、ね。こいちゃった。ということで、うん、緊急特別企画です。はい。絵で世界と通じ合ってみよう。第2回。すげえ、タイトルあったんだ。今世界と通じるんだって。はい。かー、まあ、やってみようよ。うん、まあ、ね、説明すると、はい、絵で自己表現しちゃえばいいじゃない。長くなってる。はい。はい、で、はい、で、この中に、いろいろお題が入ってます。はいよ。うん、なんで、それを、うん抜いて、うん、どんなお題が出るか分かりませんよ。ああ、もうびっくりだね。ドキドキですよ。おいし。大丈夫心臓。大丈夫ね。鼓動止まんない大丈夫ドキドキだ。はい、弾いてください。生まれる。弾いてください。これなんかピエロのコーナーによく出てる。そうなんだ。あ、これだ逆じゃないですか。いけ。これこれ読んで。人生で一番恥ずかしかった出来事。よし。あ、僕ですね。うん。いつまでっけ、あ、もう二人共通です。あ、そうです。共通です。人生で、はい。うん。一番、ね、人生だよ。一番人生ですよ。人生ですよ。いですね、はい。時間かかりますよ。俺、そんなかからない。なんかさ、匂いそうなさ、絵とかってさ、はい、チャットで書かれてたからさ、はい、そういうの俺忘れないんだ、はい、だから、今回もね、そっち系で行こうかななんて、うん、なるほど思ったりなんかしちゃったりして思ったりしてんですねしちゃったりなんかしてね。赤とかあるんですか？あ、俺もね、やっぱね、茶色とかあったら嬉しいんだけど。あ、茶色。俺もかけた。あら、なんかちょっとかっこいい作品うまくね。じゃあ、はい、あなたからね。僕からですか、うん、いや、俺から言ってもいいよ。じゃんけんぽい。うん、どうぞ。はい。バン。爆発してるよ、なんか。はい。これはですね、うんここから申すことは、嘘か誠かは、うん、それぞれの判断で。ああ、もう、見てる人も。僕なんてペテン師ですからね。ああ、いつ嘘つくかわからないんで。うん、ですね。これはですね、ライブ中にですね、うん、ライブ中？あ、ライブ後です、うん、ライブやった帰りにですね、うん、事故ったんですよね。うん、事故りました。正君と二人だったんですけど、うん、事故ったまではいいんですよ、うん、よくある話でした、うん、無理がたたって、ただその時にすごい忙しくてフルメイクだったんですね、うん、あの昔の僕のメイク覚えてるでしょうか？覚えてますよ。あのすごいもうゴスメイクですよ。うん、黒いもうパンダ状態で。その男がですね、それで事故ってデニーズに行ったんです、二人で。そのメイクをした男たち二人が頭から血を、口から血を、鼻血を垂らしながら、うん、すいません、コーヒーください。お断りだ。その時はもう、正直あの僕もテンパってて、うん、あの、全く恥ずかしさとかなかったんですけど、うん、今思えば相当恥ずかしいですね。恥ずかしい。フルメイクで血だらけで、うんおしぼりをね、こう10本ぐらいかけてこう拭きながら、うん、しまいには正しくんが、あの、りゅうくん、血が止まんないからほうれん草食べた方がいいって。ほうれん草のバターソテーを2つ頼んだんだよ。真剣にですよ。まあそうだろうな。血が足んないんだもん。足んないって、本当にそれで食べてた。いや、今食べてもどうかなと思ったんですけど、僕はもうそういうところじゃなくて、この事故をどうにかしなければと思って、うん、まあいろいろ考えてて、そんなことがありまして、今思えばそれが一番、恥ずかしかったですね。幕張で。ま
あこれが本当か嘘かは、まあ、あの見てる人の、はい、ご想像にお任せします、うん、至って本当なんだけど、ね、はい、アキラさん味これうんこふんじつ意味わかります、ね、うん、うんこふんじつこういう感じ多分こんな感じなんじゃない、バーカって感じなんじゃない犬が切ないよ。そうですね、うん、もうまたこの間に引き続きまたあの正直あの匂ってきそうな、うん、匂ってきそうなねイラスト集ですね。そうそうそう、うん、こういうのでいこうかなと思って。あ、分かった。勝てねえもんだって。いやいやいや画力でさ。いやいや全然うまいよ。こっち俺はネタでいくしかない。両方ネタですよ。変わんない勝てねえよこれ。さ本当にこういう感じなんですよ。いやそうだろうけどさ、うん、そうだそうだろうけども、うん、勝てねえもんだって。ね。まあそんなこんなの、どうでしょう。絵で自己表現してみました。はい、この時もあるんだろうな、これ。あるんですかね。好評だと思うんだ。一部の人で。一部の人で。もしくはお世辞で。いや、多分ね、本当に一部のコアなファンに。ああ、うん。そうかな。じゃあ、書きますか。書きますよ。はい。じゃあ、あの、そうそう、時間もこんな感じなんで。さよなら。今度は30枚書かせます。はい。え、誰言うの？あなたに。まあ、やだし。30年。やだから。30年。さよなら。じゃあ君40で。うそ。